類戦崩壊。羽生結弦の美しき舞と宮川大成の歌声が織りなす奇跡のラストアンビエント。ラストアンビエントの制作は、まさに芸術的な情熱が鼓動する瞬間の連続でした。羽生結弦選手と宮川大生さんの出会いは、運命とも言える必然性を感じさせます。彼らの出会いが生み出したこの作品は、単なる楽曲やパフォーマンスを超え、見る者の,の心に深く響く。 魂ののの共鳴のようなものがあります互いに異なる分野で活動し、それぞれのスキルと感性を磨いてきた二人が、互いを支え合い、インスピレーションを共有しながら共に新たな表現を切り開く過程は、ファンの心をつかんで話さない理由の一つでしょう。このビデオが公開された瞬間から、ファンの間には感動と共感の嵐が巻き起こりました。胸が苦しくなるけれど美しさに目が離せない何度も見たくなる。 という声が溢れ視聴者はまるで無限ループに引き込まれるような感覚に陥っています宮川さんの透明感のある歌声と羽生さんの表情での優美な舞が融合するラストアンビエントはまるで二人の魂が交わり共鳴し合っているようですこの共鳴は作品を通して見るものに伝わり二人の芸術的な友情とともにかけがえのない宝物となって視聴者の心に刻み込まれています 制作過程において、宮川さんと羽生さんは何度もディスカッションを重ね、想像の過程で生まれる新たなインスピレーションや挑戦に互いに向き合ってきました。こうした過程を通じて、ラストアンビエント、畑田の映像や音楽作品以上の、見る者の,の心を揺さぶる情熱的な作品として仕上げがあったのです。羽生さんはスケートのみならず、映像編集や演出にまで細部にこだわりを持ち、宮川さんの楽曲とともに、 映像をを通じてて物語を描き出していますこの作品は単に視覚と聴覚を満たすものではなく、まるで2人のアーティストの思いと努力が結晶化したかのように感じられます。また、ファンから寄せられたコメントの一つ一つには、彼らへの深い愛情と尊敬の念が感じられます。魂の歌声と魂のスケートが強く共感すると述べるファンもいれば、 見るたびに温かい思いのやりとりや高みを目指す熱い気持ちが思い起こされて幸せで泣いていますと語るファンもおり、2人の努力がどれだけ視聴者の心に響いているかが伝わります。この作品は、ただのリリース作品ではなく、2人のアーティストの情熱と献身の表れであり、視聴者の心に寄り添う温かな作品として評価されています。現代において、こうした深い共感や強い絆は非常に貴重です。 音楽やスポーツといった異なるジャンルで活動する二人が、一つの目的のために手を取り合い、お互いの世界観を尊重し合いながら共に歩んでいく姿は、多くの人々にとって新しいインスピレーションを与えるものです。特にファンは、このラストアンビエントを通して、羽生さんと宮川さんが見せる友情や思いやりに触れることで、心が癒され、彼らの絆に感動し、同時に自身の人生にも希望を見出しているようです。 作品を見る者が感じるこのような深い感情は、二人のアーティストが紡ぎ出す、愛や、真心が真実のものであるからこそ生まれるものです。互いに支え合い、互いの才能を最大限に引き出し、さらなる高みを目指す二人の姿は、多くのファンにとっての憧れであり、彼らが掲げる、絆と、友情は、視聴者にとっての希望の象徴となっています。この作品が世に出たことで、 宮川さんと羽生さんの努力が認められ、多くの人々の心に刻まれることを願ってやみません。2人のアーティストが生み出したラストアンビエントは、まさに時代を超えて愛される作品であり、ファンにとっては、単なる映像や音楽作品以上の存在として、永遠に心に残る宝物となることでしょう。彼らの熱意と想像力に触れるたび、ファンは作品を通じて人生の一瞬一瞬を大切に感じ、 今後も2人の活躍を応援しし続けるでしょう。さらに、ラストアンビエントを深く味わうほど、見る者はこの作品が持つ普遍的なテーマにも気づくようになります。それは、挑戦を恐れず、自己表現を通じて互いに触発し合う大切さです。羽生結弦選手は、常に限界を超え、スケートの新たな境地を切り開いてきましたが、その努力は氷の上だけにとどまりません。今回の映像制作では、 編集の細部に至るままで力をを注ぎ自らが表現ししたいい世界観を貫き通しています彼の一貫したクリエイティブな姿勢はファンにとって羽生さんならではの作品という信頼感と期待感を高めるものです。一方宮川大成さんもまた音楽での表現の幅を広げながら羽生選手のイメージやストーリーを引き出すべく曲の構成や歌詞の意味を追求してきました。 作品内での2人の表現が織りなす感情の流れやリズムは、一つ一つが精巧に計算されたものでありながらも、決して形式的ではなく、むしろ生踊り自身情熱が感じられます。この生の感情を共有することにより、ファンは単なる観客ではなく、作品を共に築き上げる一員のように感じるのです。多くの視聴者が、涙が止まらないと語るのも、彼らが、 ラストアンビエントに込められた心の叫びや葛藤を共感しているからに他なりません。この作品が視覚と聴覚に訴えかけるだけでなく、見る者の,の心の奥底にまで響き、深い余韻を残すのは、羽生選手と宮川さんが共に向き合って生み出した、情熱の旅であるからこそでしょう。そして、この作品がさらに興味深いのは、視聴者が何度も繰り返し見たくなるような、再発見の喜びをもたらす点です。 映像の中で展開される細やかな表現や楽曲の真相に触れることで、新たな側面や感情が浮かび上がってきます。例えば、羽生選手が表情で繰り出す高速ツイズルと宮川さんの歌声のリズムがシンクロする瞬間は、単なる技術の美しさにとどまらず、二人のアーティストの魂が完全に一体化したかのような感覚を覚えます。このようなシーンが視聴者にとって特別な意味を持つのは、 二人の努力と信頼が映像の一瞬一瞬に込められているからに他なりません。また、現代社会において人々が忙しく日常を過ごす中で、ラストアンビエントのような作品は、一瞬の静寂と深い思索をもたらすものとして、特に重要な存在です。この作品が持つ、心に触れる温かさや静かな力強さは、現実からの一時的な逃避ではなく、 むしろ人生の豊かさや心の平穏を再確認させてくれるものです。ファンは彼らが見せる情熱に触れ、自分自身の生活や夢に対しても、より意識的に向き合うようになるでしょう。そして、このような心の旅に共鳴することで、私たちは羽生選手と宮川さんの作り上げた世界に深く没入し、その感動を共有できるのです。二人がこの作品を一般公開したことに対して、ファンからは、 ありがとう感謝の声が絶え間なく寄せられています。これまでのキャリアを積み上げてきた彼らだからこそ、単なる商業的な成功にとどまらない、感動という形の成功を手にしたといえるでしょう。宮川さんと羽生選手がつながり合い、想像力を発揮するこの瞬間は、見る者にとっても新たな希望や目標を与える力があります。ラストアンビエントは、作品そのものが時を超えて愛され続けるだけでなく、 今後の世代にも影響を与え多くの人々が共に感動を分かち合える普遍的な作品として未来につながっていくことでしょう。この作品を通じて、2人のアーティストの成長と挑戦は、私たちが自己を見つめ直し、新しい可能性を追求するきっかけにもなります。ラストアンビエントの鼓動が響き続ける限り、彼らの情熱の旅は終わることなく、新たな物語を紡ぎ出していくに違いありません。